こんにちは、S&D です。今日はレシーブの重心を前に置くための練習方法を紹介していきます。バレーボールは常に前重心でプレーをする競技です。普段生活している時は体の真ん中に重心があると思いますが、バレーをする時は少しかかとが浮くぐらいの重心のかけ方でプレーをします。2人1組で行います。ボールを投げてもらってレシーブをして、3メートルぐらい前に床のラインなどの目標を置いて、そこに手をタッチするという練習です。手が少しレシーバーの前にボールを落としていきましょう。レシーブをした後、床にタッチをして前重心で元の位置に戻って、またレシーブをしてタッチするということを繰り返していきます。あくまでもこの練習は重心を前に置くための練習となりますので、レシーブをした後、送り足でも普通に足を出してもどちらでも構いません。タッチをするときに膝を折りたたんで真横でタッチをしたり、腰をかがめてタッチをしに行くのではなくて、レシーブの姿勢から前にタッチしに行く。そしてそのまま前重心のまま元のポジションに戻っていきます。できれば左足、右足どちらが前に来てもできるように練習をしていきましょう。前重心にするにはある程度太ももの筋肉などが必要になってくるので、なるべく低い姿勢を保ったままこの練習をすることで太もものトレーニングにもなります。レシーブをすることが難しい人は、まずキャッチをしてボールを渡すところからで、レシーブができるようになったら強打レシーブに変化させてレベルを上げていくこともいいと思います。前重心はバレーボールが上達するためにはとても必要なスキルです。ですので、早くバレーボールが上手くなりたいと思ったら、普段の生活から母子球に重心を置いて生活することを意識すると、バレーボールでも重心を前に置くことができるので、そういったところから始めていきましょう。このチャンネルはバレーボールに関する練習方法や上達のコツなどを幅広く配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。